プリワンディシス時、カナダにボブさんという男性が暮らしていました。彼はカナダの北にあるユーコンという土地に暮らしていたんです。そこは極寒の土地で、真冬はマイナス4 0度にもなる場所です。これ、陶器が簡単に描いた地図ですが、アメリカのすぐ上にカナダがあります。 カナダの北にユーコンという土地がありまして、カナダの領土なんですね。さらにユーコンの隣はアラスカで、アラスカはアメリカの土地なんです。ちょっと離れたところにそれぞれ領土を持ってるんですけれども、ユーコンはかなり寒くて、北極圏にも位置してますので、冬はんとんでもなく寒いと思いますが、ボブさんはそこで何をしているかというと、警備員なんですね。そのユーコンで一時期、ゴールドラッシュがあって、金脈が発見され、 みんなが金を掘りに来ていたんですね。まあ2、3年でそのゴールドラッシュも終わったと言われておりますけれども、夏になるとみんなが来るので、その金脈をガードマンとして警備していたんです。ところが冬はもう誰も来ないので、閉ざされて閉鎖されてるんですけれども、ボブさんは特にそういう仕事をしなくても、狩りもできるし、魚も取れるし、暮らすには全然不自由はないとおっしゃってますけれども、 ままあすすすごい強いい強人人だなと思います一人暮らししてるんですねマイナス40度のところで、まあ、犬は1匹飼っていたとおっしゃってますけれどもその犬がワンって吠えたんですそれは1950年2月14日真冬ですもう誰も来ないような場所なのに突然3人の人影が現れたんですねその玄関に向かって犬がワンって吠えたのでなんだろうと思って見たらその変な人影があるとこんな真冬に誰だと もしかして遭難したのかなと思ってドアを開けたんですね。すると1メートル10センチぐらいの本当に小さな3人が立っていました。フードをかぶってるんですがよく見たら人間の顔はしておりません。完全に人間ではないってボブさんもおっしゃってるんですけれどもなぜか自分の意識とは別に大きく玄関を開けてどうぞって中へ招き入れたんですね。きっと宇宙人がコントロールしていたんだと思いますが。 ボブは落ち着こうとしました。最初、ロシア人かと思ったんですって。ロシアってそのアラスカをちょっと離れて、すぐロシアなんですね。もともとアラスカってロシアのもので、それがロシアが資金繰りが悪化して、経済状態が悪くなった時に売りに出したんです。そのアラスカを買ったのがアメリカなんですね。当時はみんな、あんな巨大な冷蔵庫買ってどうするんだって人々は怒ってたんですけれども、今となっては大自然で、 すごく資源もあっていい買い物したって言ってるんですねもちろんロシアからすれば早くアラスカ返せっていうところなんですがまあアメリカが手放すわけはないんです中に入った三人の宇宙人はくるっと部屋の中を見渡してソファーに座りましたとても小さな手をしていたそうですその手にはいくつかの機械が握られていました それでお互いに宇宙人は話し始めたんですが、全くわからない言語だったそうです。何やら機械のようなペチャクチャっていう音なんですけれども、何喋ってるんだろうなっていうことなんですね。その時、奥からパンの焼けるいい匂いがしてきました。ちょうどボブさんは肉とパンをストーブの上で焼いてたんですね。それでパンを持ってきて、ちょうど焼けたからどうぞって3人の宇宙人に渡したんです。ところが宇宙人は、 全く興味がないっていう形でパンをボブに返したんですね。それでボブはやっぱりこの人たちは人間ではないって確信しました。こんな寒い日にせっかくパンが焼けてるのにそれを拒否する人間なんてこの世には存在しないとボブは <laughs> 強く言ってましたけれども。それでボブは一人座ってパンを食べてたんですね。すると一人の宇宙人が突然ボブの腕を強く掴んだんです。 すごく痛くてびっくりしてパンをポンって床に放り出してその腕をさすりながら何するんですかってボブは怒ったんですねするともう一人別の宇宙人が機械を持ってきてボブにこの痛くなった腕にその光線をピーって当てたらしいんですすると全く痛くなくなってとても嬉しい気持ちにもなるぐらいですからあこれでようやくこの宇宙人たちっていうのは 人間が計り知れないほどのテクノロジーを持った進化したものなんだって分かったそうです。それでもこれで自分の人生も終わりかと思ったそうなんですね。けれども宇宙人たちは特に何をするわけでもなくなんと3日間、3日間もボブの家に滞在したっていうんですね。その間一生懸命何やら機械を直そうとしていたと。 いうわけあとで,で考えるとしたらもしかしたら彼らの UFO が不時着してそのうちの一部の機械を持ってきてまあ、雪も降ってますしボブの家にこう座ってですね一生懸命直してたのかなって、まあ、ボブさんは言ってますけれども実はこの同じ日1950年2月14日に大変なことが起きていたんです。そののアアラスカカから飛び立ったアメリカの爆撃機 b 35 B36 ですね。B36 が行方不明になってるんですね。実はアラスカってアメリカの領土なんで、そこに、まあ、アメリカのアイルソン空軍基地っていうのがあって、そこからテキサス州のカーズベル空軍基地に向かって飛んでいました。なんと、実は核爆弾みたいなものを積んでたって言われていて、ですから彼らがいなくなってしまったので慌てたんです。カナダとの取り決めで カナダの近くでそういったものをこう運搬してはいけないみたいになってたのに、そのアラスカからテキサス州に飛ぶ段階で、実はカナダの上空を横切ってるんですよね、その飛行機が。で、しかも兵士もみんな見つからなくって、パラシュートで飛び降りたと。何やらこの機械にトラブルが起きて、それで墜落したって言われてるんですが、長い間、その飛行機の残骸も彼らも見つけることができませんでした。 実は長い間かけて兵士の何人かは遺体で発、まあ、骨化されてますけども、まあ、発見されたんですがその時キャプテンを務めていた人物はいまだに見つかっておりません遺骨も何もかもただ彼が使っていたはずのパラシュートが開かないまま落ちてるところは発見されてるんですねつまりパラシュートをキャプテンだけは使っていなかったんですで一番怖いのはすぐアラスカの隣がロシアなんでロシアに 秘密事項ごとこう拉致された可能性があるのではないかということで、今も論争が起きているんですが、これに関係して宇宙人が現れたのではないかとも言われているんですね。核兵器に関して非常に宇宙人が敏感だってことは前から言われていて、それで見張るために来ていたのか。カナダはカンカンに怒って早く探せってアメリカにクレームを入れてるんですけれども、アメリカ曰く、 その核弾頭に起爆が必要なんですが、起爆に必要なプルトニウムは組み込まれておらず、核爆発の恐れはないとされてるんですけれども、そのカナダのすぐ近くで行方不明になって、さらにそれがどこかカナダの海の近くに落ちてる可能性が高くてですね、非常に怒ってるんですけれども。これはですね、確かブロークンアローって言われるんですよね。変なものを積んでアメリカ軍が移動するときに行方不明になってしまったり、 どこかに置いたまま発見されないっていうこれがあるんですよねなんか日本近海にもあるって言われていて非常に迷惑なんですけれどもボブ曰く彼らがいついなくなったのかわからない3日経って朝起きてみたらいなくなってたっておっしゃってるんですねつまりボブは人間ですから眠らなきゃいけなくて,って最初の1日はどうしても徹夜状態になって興奮して怖くてけれども2日目からは疲れてボブは夜は寝ていたんですね で次の日もいる次の日もいるっていう形だったんですが3日目の朝に突然と宇宙人たちはいなくなっていましたけれどなんか光るなんか飴玉みたいなものが落ちていてでこれをですねボブはなぜか知らないけど食べたいなと思ったんですってそれで食べるとなんかブドウのような食感ですぐ噛んで食べれたんですがすごく元気になって病気知らずで23年すごく元気だったのは宇宙人たちが お礼に残してくれたあの一粒の赤いビー玉のような雨のおかげだってボブさんおっしゃってるんですがそんなものがあるなら欲しいですよね宇宙人たちが地球人たちをこう見てあこれなら渡してもいいなっていうぐらいのテクノロジーを渡していただけたら人類も嬉しいなってちょっと思いましたねまこれがボブさんのお話だったんですけれども20年誰にも話してなかったんだけれどももう自分も人生 終盤だというところで話してくれたたお話でしたこれもですね不思議なお話なんですけれどもまあ、ボブさん、えっと、カナダのユーコンにお住まいだった時に宇宙人が3体訪れてきたっていう、まあ、お話をしてみました、まあ、皆様は今回のお話どう思いましたでしょうかもしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい